皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今日はですね、こうゲストが来てくれてます。エンメジさんです。どうもエンメジです。イエーイ。まあ、ちょっと僕今シンバルを買おうかなっていう、まあ、シンバルのことについてちょっといろいろ悩んでたんで、こう相談させてもらいがてら、シンバルの選び方とか、初心者の人はこんな風に選んだらいいよみたいな、そんな話をしてもらえたらなと思ってます。はい、エメージさんはそもそも何者なんですか、ね。何者なんですか。逆に森谷さんから見て何者なんですか。僕からしたら結構バンドマンのイメージが強いけど、最近はすごいシンバル作ってはるなっていう。アクセサリーもね作ってるし、うんうんうん、まあ、バンドでドラム叩いてる人、うんうん、まあそうですね、うん、昔からサポートとかもねやらせてもらったりとか、うん、まあ、レッスンとかもやってたし、うん、まあ、なんか、まあ、ドラムにまつわるいろいろやってる人みたいな、うん、で最近シンバルをリリースし始めたという、うん、シンバル作って今どれぐらいでしたっけ。あの加工の方は、はいはいはい、まあ、それこそ10年ぐらい、うんうん、まあ、穴開けたりとか、はいはいはい、割れた部分を切り取ったりとかみたいなことはもうほんまに20歳ぐらいからやってるんですけど、はいはい、シンバル作り出してからようやく1年経ったかなぐらい。あ、でも1年目ぐらいなんですね、まだね。なんでシンバルを作ることになったんですか。シンバルカフェっていうイベントがあって、あの、ね、ドラムマガジンとかでもコラボ書かれてる山村真人さんっていう人がいらっしゃるんですけど、その人主催でそのシンバルのイベントをするっていう、ね、アートシンバルっていう屋号でやってる山本さんっていうシンバル作ってる人とか、日本唯一のシンバルメーカーの小出シンバルの小出社長とか、まあ、そういう方々とご一緒させてもらって、まあ、僕もともと楽器を昔からずっと作りたかった、うん、で、まあ、シンバル加工も結構いろいろやったりとかしてたんですけど。なるほどね、うん、初めてシンバル作った時ってどうでした。そう、でもやり方ってなんとなく分かるもんなんですか。いや、もう全然分かんなかったです、初めはやっぱり。へえ、そうで、なんかそのだから僕の作ったそのエフェクトシンバルみたいな、うん、まあ、まあそれは言ったら作ったっていうか、まあ、切ったりとかして加工したシンバルを、まあ、小出社長が見て、はいはいはい、でそれで「お前なんかおもろいやん」みたいな。はいはいはい、なるほどね。で僕がシンバル作ってみたいんですよって言って、うんうんうん、でそれで初め1枚目その小出シンバルのワークショップで作らせてもらっていて、うん、はいはいはい。そもそもシンバルってどうやって作られるもんなんですか。これそもそも元々ってどういうものなんですか。元々今ねこういうなんかこう綺麗にこう深淵になってる、はい、こうね、こう、はい、こう山が山というか、こうカーブがかかってるんですけど、うんうん、言ったらそのへにゃんへにゃんというか、まあ、一応もうカップが大体成形されてたりとかするんです。ここ、はいはいはい、ここはあるけど、ざっくりこの形なんですか最初は。これのもとグニャグニャ版みたいな。はい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 、なるほどね。こんな綺麗にこういう感じになってなくて、ふにゃふにゃってなってる、うんうんうん、それをこう均一に叩いていって、はいはいはい、伸ばして叩いて成形して綺麗にこういう形にしていくっていう。なるほどね。シンバルの魅力、はい、というのは何ですか、そのエンメイさんの。でここまでシンバルってなったんかっていうと、うん、まあ実際そのバンドのドラマーとしてまあいろんなライブハウスとかね、はい、まあ、カフェとかそのといろんなところでまあ演奏する中で、うんうん、まずドラムセットってまあ持っていけないじゃないですか、うん、はいはい、そうですね。ドラムセット持ち込みでみたいな現場ってほぼない、はい、うん、ないっすね、うん、だいぶ楽屋で嫌な顔されますからドラムセット持ち込んだらっていうのがまずまあ大前提としてあるわけなんですけど、うんうん、だそのドラムセットと、うん、とかその太鼓類に関しては、うん、まあ、チューニングできるじゃないですか。はいはいはい、そうですね、うん、ヘッド変えるとか、うんうん、スナッピー変えるとか、まあ、フップのパーツ変えるとか、うんうん、こういろいろこう選択肢がある中で、うん、シンバルってもう言ってもそれそのものやから、はいはい、まあまあいかんともしがたい、うんうんうん、ハイハットとかもくちゃくちゃになってて全然音ないみたいなありましたからね、やっぱライブハウスによっては、うん、そうあるじゃないですか、うん、そうそうってなったらもうどうしようもない、うんうんうん、でしょ。そうですね。でなおかつハイハットとかライトシンバルって言うと曲中ほぼ鳴り続けてる、そうですね、楽器じゃないですか、うんうんうん、ハイハットとかもしかしたら一番鳴らしてるかもしれないですもんね。ずっとこう右手で8音符を刻み続けてたりするから、うんうん、一番鳴ってる楽器かもしれないですもんね。音の鳴ってる回数で言うとハイハットって多いんじゃないですかね。そう考えたらバンドのスコアとかでね、こうどの楽器が一番多いかって、そう僕も教則本書いててめっちゃペケ書いてますもんね。シンバルってほんまになんかバンドに演奏する中ではめちゃくちゃ鳴ってる音なんですよね。そうですね。そう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 、だからそのサウンドの違いって言ったらそのバンド全体にすごい影響を及ぼすっていうのはめちゃ初めから結構気になるところやって、だからシンバルに行ったみたいな
ところがあるかもしれないですね。なるほどね。シンバル、シンバルもめっちゃ種類多いじゃないですか。こうスティック同様というか、ね、こういろんなこう厚さもあったり大きさもあったり、初心者はこれ買っとけみたいなのってあるんですか、シンバルって。まあでもなるの、お手軽なところで言うとやっぱね、エフェクト系というか、まあ、あのスプラッシュとか、はいはいはい、チャイナとかっていうやつでも、そうそう、それがないとその音しないじゃないですか。はいはいはい、そうですね、まあ、ハイハットとかクラッシュとかライドとかっても基本的にはライブハウスにはあるはずなので、そうですね。確かにまあ僕も一番最初に自分で買ったシンバルはチャイナシンバルなので、エフェクト系ですね、やっぱりね。そうじゃなくってっていうパターンやったら、うん、まあでも正味一番まあ使う、まあライドとかハイハットとかってところに行ったら、ね、まあ、だいぶ自分の音にはなると思うんで、それを持っていくことによって、はいはい、でこう自分の音を探していくっていうこともでも大事ですね、やっぱその点ではね、こんな音を出したいっていうことがこうまず一番最初に大事ですからね。そうですね、まあ、やっぱスネアとかね、ペダルとかでもそうやと思うんですけど、そうですね、こうしたいからこれを選ぶみたいなところがめっちゃあると思うんで、大事ですね。特にね、シンバルってスネアとかやったらこう、いやなんか思ってる音と違うなと思ったらヘッド張り替えて、まあ、何とかその理想の音に近づけることはできたとしても、うん、シンバルってそういうわけにはいかないですもんね。なんかね、こうこう切途中でハサミできるわけにはいかないから、まあ、まあ切れますけど、一応そういうハサミで切ったら切れますけど、でまあ、調整しちゃうと元に戻れなくなるんで、そうですね。金属の板で、まあ、でもそう考えたら面白いですね。なんかそれぞれの個性がこうシンバルであるので、同じモデル名やったとしても、うん、まあ、全部ちゃうわけですよ。はいはいはい、はい、例えばジルジャンの K,、はい、K のダーククラッシュとかっていう品番が振られてたとしても、うんうん、この名前のシンバルはね、うん、いっぱいあるんですけど、うんうんうん、やっぱ結構微妙に違うんですよね。音の方向性はもちろん近しい感じになってるんですけど、うん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 、ね、これと全く同じ音がこの同じシンバルで出るかって言われたらそうでもないですもんね。個体差があるというか、そうです、出会いですね、シンバルです。そう思ったらね、うん、いや、ほんまにほんまに、うん、全然違う。シンバルが割れてしまったみたいなことになったとしても、まあ、加工ね、されてるっておっしゃってましたけど、諦めなくていいんですね、こう割れても。そうですね、諦めなくていいんです、諦めなくていい。なんかね、こう、うん、もう割れたからもうすぐ手放すっていうことは別にしなくていいんですね。なんとかなるのはなんとかなるもんなんですね。そうだから、ほんまになんかそのこうあって、うん、まあ、ちょっとピッて行っただけでもこう音濁っちゃったりとかするんですけど、はいはいはい、まあ、そのほんまに多分1センチもいかへん、まあ、これぐらいのやつとかやったら、うんうん、ほんまにその部分を切除してあげたら、もうほぼわからん。なるほどなるほど、ぐらい、なるほどね、の音には戻るんで。え、結構割れ方によってこれはもう無理やみたいなってあるんですか、なんか、こういうのとかでもなんとかなったりするんですか。まあ、なんとかできんことはないっすね、うん、だからその場合は、うんうん、まあ、こういってるんやったら、はいはい、ここと、うん、この端っこにまあ穴をちょっと一つ開けて、はいはい、ここをくり抜いてあげたら、うん、一応まあまあ、 あの元通りっぽく、はなるんですけど、はいはいはい、ただでもやっぱこことここに穴が開いてて、うんうん、これがこう振動するわけなんで、やっぱこことここにやっぱこう負荷がかかる、はいはいはい、あ、なるほど。だから、まあ、どちみちまあここからすごい割れやすくはなっちゃう、あ、なるほどね、ですよね。そうそうそう、だからまあ円周割れが一番まあ結構致命的というか、はいはい、円周割れっていうんですね、練習のこう、こう割れてくるやつ。あ、なるほど、ね、で、こういうピっていう縦の割れとかは、はい、こう、切ってあげるとか、はいはい、あ、なるほどね。まあ、極端に言うともこう、これをこう、こういうふうに切って、はいはい、削いじゃうみたいな。そうそうそう、しちゃうみたいなんでもいいんですけど、こう切って、うんうん、こうサイズをちっちゃくしちゃうと、はいはい、その厚みのバランスが変わっちゃう。あ、なるほど。基本的にはこう、うん、中心からこっちに向かうにつれて薄くなっていってるんで、ちょっとこうごつくなっちゃう。だからまあさ、シャーンって言ってたやつがゴワーンみたいな感じに、あ、なりにくくなるんですね。そうそうそう、なんか変な音になったりとかするし、はいはいはい、だからもう極端に多分これぐらいのサイズにしちゃったら、もうほんまに鐘みたいなカーンみたいな、あ、そういうことになるんですね、感じになっちゃったりとかする。なるほどなるほど、あ、そうかそうか、そう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 、だから割れたら、うんうん、ほんまに触らんとすぐにそういうことできる人に言って、なるほど、ね、言ってもらった方が傷は浅く、はいはい、そのって言うんですけど、うんうん、絶対みんなこれぐらい、うん、これぐらい言って、はいはい、割れましたって言うんですけど、なるほどね、そうそうそう、はいはいはい、そんなわけあるかいみたいな、もっと前から気づいてたでしょみたいな、なるほどね、そう、だ一回割れたらそっから言うたらもう紙が破れていくみたいに、はい、どんどんビリビリビリ、はいく、はい、から、
ていくんですよね。だから手遅れにならないうちにっていうことですよね。それほんまにほんまに骨が変なくっつき方してからそう骨折れたんですって言ってもなかなかこうね大変なんですね。もうねひっついたまま戻るぐらいの感じなるほどね。そうそうそう、あ割れたらじゃあもうすぐにもうおかしいなと思ったらすぐに見てもらった方がいいっていうことですね。はい、すごいポイントだね。連絡くださいぜひ。で今日まあね今日はいろいろエメイさんにそのエメージシンバルをちょっとめっちゃたくさん持ってきていただいてまして、はい、で僕ちょっといろいろ思想させていただこうかなと思って、僕自身もシンバルは今ちょっと本当に欲しくて、そうそれでちょっといろいろ思想させていただきたいなと思ってるんでちょっとそんな感じでシンバルを紹介させていただきますね。はい、行ってみよう。いいですか。あ、もちろん。これが、まずハイハットですね。さっき軽く試奏させてもらったんですけど、めっちゃいい感じですね、本当に。なんですけど、はいはい、ハイブリッド仕様というか、はいはいはい、トップが B8 っていう材でできてて、トップが B20 っていう材でできてるんですけど、はいはい、その鈴の含有量が違うんですよ。これです。ひっくり返したりなんかしちゃってもいい感じ、ああ全然ありですよね。これまあトップとボトムなんですけど、まあ、これちょっとこう逆にボトムの方を上にしてみるというね。全然違う。全然でもこれ全然いっちゃうんですよ。僕的にこっちの方がちょっと好きかも。これでもほんまに場面によってめっちゃ変えれますね。それぞれのシンバルとして使うのはあるんですか。それトップはなるんちゃうかな普通。めっちゃいいですね。うん、全然何。クラッシュですね、めっちゃクラッシュですね。それあんまり使ってたことなかったんですよ、そうやって。あ、なるほど。でも今聞いたら全然普通に重要クラッシュ、全然クラッシュですね。あ、これはちょっと僕顔めっちゃいい。スプラッシュ、チャイナスプラッシュを2枚重ねにして使うスタックシンバル。あ、なるほどね、はい、そういうことですね。でもちろん1枚1枚でも使えるんですけど、はいはいはい、一応その2枚の組み合わせをちゃんと考えて作ってあるんで、うん、なるほど、まあ、重ねた時をイメージして作ってるってこと。そう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 。へえー、これもかっこよくなってますよ、こう後ろもちゃんと、はい、ねえ、うん、すごい重ねた方の裏側がかっこよくなってるというこう、そうね、そうなんです。すごいな、こだわり量がすごいですね。見て分かってくれるのが嬉しいね。そう、まあこっちもこういい感じの模様がついてるんですけどね、こう重ねた裏側もちゃんとこう加工してあるんですもんね。そういうのが入ってるんですよ。すごいな。ちょっと単品で叩いてみていいですか。はい、めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか。
でも。並べてね、設定したりとかして、うん、音程差を、そうですね、全然違う、こう音程で鳴ってますもんね。そうそう、これやっぱ基本的にあれなんですか、こう音が高い方が上にするんですか。あ、別にそういうわけではなくて、選んでるわけではなくて、なるほど、その合い具合的に、はい、重ねた時にこういい具合に合う方に選んでいる。なるほどね。あん、ピタッと重ならないようにわざとしてるってことですね。そうそうそう、だからそのペアリングがあるから2枚セットっていう。なるほどなるほど、仕様なんですよ。素晴らしいですね、うん、ありがとうございます。フラッシュ、はい、はい、すごいですね、これデザインがやっぱりね、エメージさんのシンバルってかっこいいんですよね。うん、そこはめっちゃ気にしてますね。ね、この色の違いってあれですか、加工の。そうですね、加工の時に作ってるっていうことですか。もともと、もともとはこれなんですか。もともとはそうですね。あ、なるほど。でもなんかその偶然そういう風な色になったのをどう生かしていくかみたいなところが結構まあまあ主にあったりとかするんで。なるほどね、うん、はい、はい、してない、歪ませてあるんで、うん、結構柔らかいですもんね、こうシンバル自体も、うん、なんか、よりトラッシーな感じで、これもまたこう素敵なデザインになってますよね。ありがとうございます。なんかこう伝わりにくいんですけど、めっちゃ叩いた跡あるんですよ、うん、これ生じゃないと分からんですね、きっとね。そうですね。で、ね、このシンバルがあの一応まああの EMJ モードではあの定番モデルみたいな、はいはい、あのカプチーノライドっていう、うんうんうん、19.5 インチのサイズのシンバルなんですけど、はい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 、ロックとかっていうか、うんうんうん、このアコースティックな電話とかで使うような、はいはいはい、音量もそんなに出ないようにしてあるシンバルです、はいはい、なるほどね。叩いてみると、行けば行くほどだいぶ薄くなってるという感じなんですよね。そのセンターの部分は真っ黒なんで、うん、体はその焼いた跡っていうか、その、まあ、一切削ってないんですよ。はいはいはい、はい、このインレイの部分だけ削ってるんですけど、うんうん、なるほどね、うん、あ、そうか、これはもうそのままっていうことですもんね。そうそうそう、叩いて伸ばしてるみたいな。そうです、すごい。そこはすごい粒立ちが良くなってて、黒い部分は、はいはいはい、でその外周の黄色になってる部分は、うんうんうん、こう薄く柔らかく作ってあるんで、はいはいはい、もっと広がる音になってる。なるほどね。これしかもあれですよね、ライブであの柏倉さんが使ってたんですよね。実は先日のね、はい、ミスターキリズで26、27日とあの、うんうんうん、使っていただいたシンバルの中の一枚、はい、うん、程よくなんかこう音が抑えられてますもんね、うんうん、そうです、うん、それってやっぱこう厚みで音が抑えられてることっていうことなんですか。厚みもそうですけど、うんうん、シンバルの柔らかさ、それ結構柔らかいから手でもなるぐらい柔らかいじゃないですか。あ、そうですね、結構ね、こう曲がるぐらい、ね、叩いてもなるといいね。でも柔らかくするちょっと、まあ、
鳴りにくくはなるんで、はいはいはい、ジャーンってなってからすぐ消えてくれる、はい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 、なるほど。これでも使いこなしたらすごいですね。なんか、うん、使いこなしてる人の演奏を聞いてみたいというか。いろんな音が出ますね、うん、チャイナでこんないろんな音が出るのってないんじゃないですか今まで。まあそう、一応リバースチャイムとしてはあのハイステとかが出してるんで、はい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 、でもあんまり多くはないかもしれないですね、うん、これなんかもうちょっとこう近くにセッティングしてなんかいろんなこう音を出してもいいかもしれないですね。なんかこうパンパンっていうよりかはなんかいろんな音が出るんで、うん、なんかいろんな音を出して楽しみたい感じの、うんうん、なんかチャイナかもしれないですね。なんかすごいかっこいいですね、この、なみなみになってるというか。その削り方によってはそういう風に削れるんですけど。かっこいい。いや、でもその、かっこいいって言われるのがほんまに嬉しいですね、マジで。かっこいいでしょ、これだって、ね、こう、こっちがダメンじゃないですか。こっちがダメンで、で、こっちもちゃんとオシャレになってるってことでしょ。はい。で、だからこう、まあ、さっきちょっとチラッと説明してくれてましたけど、こう、チャイナね、こう、斜めに、高めにこう、セッティングしたときに、かっこいい部分が、そうそう、客席側に、お客さんのね、こう、かっこいいところがこう見えるということですよね。はい、そうです。そういう狙いがあります。すごいな。自分で見てもかっこいいし。そう、お客さんが見てもかっこいいし。めちゃくちゃいいですね。こちらは、はい。まあ、ほぼサイズは一緒なんですけど、あ、なるほど。の方が、こう、なんか特徴的な音というか。はいはいはい。いや、叩いてますよ、これも。あー、これはいいっすね。普通のチャイナシンバルの形ですね。はいはいはい、うん、これは割と削ってるという感じなんですかね。そうですね、こっちはその、うん、削ってる部分が多い、うん、なんかこのかっこいいですね、なんかこの、そう、その前かっこいいでしょ。これはもともとなんかこういうなんかちょっとこうなんでしょう、なんて言ったらいいのなんて言ったらいいかわからんけどなんかこういう模様がついてるんですよ、なんかそれ焼いた時にその言うたら、まあ、模様が偶然つくんですよね。はい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 、このハイハットとかもそうですけど、これもだこういう色で出てきて、あ、なるほどね。そうそう、でもそれに対してはどういうふうにこう模様をこう加えていくかというか、はいはいはい、叩いた後こんなふうになるから、うん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 、そこからこのイレをどういう幅で入れるのかみたいなやつと、まあ、そのものを見て決めてる部分もあって、はい、なるほどね、うん、なるほど。一枚一枚こう結構こだわって、そうですね、模様も含め、これもだってね、ちゃんとこう深く掘ってるところがあったりとかね。そうなんです。これもちょっと穴が開いてるんですね、ここに。そうそう、それね、うん、あのまあ普通はまあいらんから取ってますけど、一応、うん、リベットをつけれる仕様にしてるんで、はい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 、リベットつけたらもっとこうシャーってこう広がるような音にもできるよっていう。そういうのを一応こうつけれる穴がこうここについてるっていうことですね。ちょっと特殊なタイプ、じゃあ特殊なタイプ。はいはい、まあ。あんまりサウンドには影響ないぐらいのサイズなんで。うん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 、そこから割りやすいとかも別にまあない。はいはい、なるほど、ね、セッティングするときはこういう向きで、そっち向きで、はい、そうですね、なるほど。こう後ろ側にこっちのこうかっこいい模様の方がお客さん側に見えるということになってますね。なんかいろいろと試奏させていただきましたけど、またちょっとあの新しいシンバルができましたら、はい、ぜひまたちょっと持ってきてください。あ、わかりました、はい、ぜひぜひまたちょっと紹介させてもらうんで、あ、はい、そんな感じで、はい、ご制約させていただきました。さよなら。ありがとうございました。